あわこ？お母さん！って、私から？今、帰りなの？今、お母さんにもまだ風早くんのこと話してなかった。言いづらいからって、恥ずかしいことじゃないのに、こんなの風早くんにもお母さんにも失礼だ。はじめまして。黒沼さんと同じクラスの風早翔太と言います。黒沼さんとお付き合いさせてもらってます。よろしくお願いします。あら風早くん、お母さん、私からも紹介させて。風早くんは同じクラスでお付き合いさせてもらっているの。すでに聞いたわ。1年生の時から同じクラスで、私風早くんがいたから学校に行くのすごくすごく楽しくなった。風早くんがいたから千鶴ちゃんや彩音ちゃんとも仲良くなれたんだよ。違います。それは黒沼が頑張ったからです。ありがとう。はじめまして、風早くん、よろしくね。うち今日すき焼きなのよ。え？すき焼きなの。よかったら食べにいらっしゃいよ、風早くん。え？大丈夫だったら、だけど。お邪魔します。家に連絡します。